会社です。早まずは今日は5時半に目が覚めました。昨日はね、昨日は何時、10時ぐらいに布団に入って、でよし寝るぞと思ったらしゃっくりが30分止まんなくてやばかった。30分しゃっくり続いてました。ずっとヒャー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 言ってて大変大変と思ったら寝落ちしてて、起きたら5時半だった。カードリーさん、シャボン玉、ジンライさん、シャボン玉、ウラベーさん、水鉄砲、ヤスベーさん、お疲れ、ありがとう。寝止まってた、気づいたら。おはよう。はぁ、たくさん寝てた。明日と今日乗り切ればお話し会ね、お話し会よろしくお願いします。木金頑張ったお話し会からの嫁の過去からのお話し会。いや夢でしゃっくりじゃない、お母さんと電話して切って寝るぞって布団で入った瞬間ちょっとしゃっくりじゃん。しゃっくりが止まりませんって LINE したぐらいずっと止まらなくて焦った。マチュアルさんお答えです。マクバーさんハートありがとう。おはよう。うわビッグお疲れ。スタバで朝ごはん、あいいね贅沢。今日の朝ごはんはバナナを食べました。3分前に。なんかさ、早寝久々にしたからさ、早く起きすぎて二度寝したんですよ。いいですね二度寝は。おはよう。バナナは朝ごはんに含まれます。含まれるよそれは。 あカビをボサボサ。今頭の中でさあれが流れてる。どんな色が好き、なんとかの色が好き、なんて言うたらクレヨンみたいなやつ流れてる。おはよう。山中湖は魂だけ参加します。わかりました、魂に気をつけてくるように言ってください。魂も渋滞に巻き込まれないように言ってください。配信の通じておきました。おはよう。おはー、かいちゃんゲームギフトありがとう。二度寝で変な夢見ちゃいました。え、私もかもしれない、覚えてないけど。としさんありがとう、スタンプありがとう、ありがとう。お、200回目の訪問だ。いらっしゃいませ、いつもありがとう見てくれ。シロポンデのアーモンド、え、美味しいよねカスタード、私も好き。あれ、あ声がガサガサだ、大変だ。週末は喉を使うというのに大変だ、助けてゲロ。超喉使うのにお話しかい。無理やり起こされた？いいえ、5時半に目が覚めましたよ。珍しいですか？
でも朝配信するよって昨日から言ってたよ。朝ごはん食べてます。今日何食べてんの？今日何ですか？眠そうなんじゃなくてね、声がガサガサなだけなんですよ。普通に喉痛めてるだけ。眠いけど喉がガサガサで声が出ないの。寝起きボイスとかじゃなくて。パンと目玉焼き、小松菜。大丈夫よ、お薬飲んでます。はい。カルボナーラうどんご飯、カルボナーラうどんご飯、炭水化物ご飯いっぱい食べて。ガリガリちゃうのよ。いっぱいお食べ。喉ね、そう、私喉一回やられたらずっとなってるから大変。先週の土曜日にマイカー公演で声出しすぎてからやられてます。大変。サラハちゃん仲良くしてね。仲良しだよ。おはようツイートのやつ、あれは別に喧嘩したわけじゃないですよ。今してるわけじゃない。もう喧嘩はもうしょっちゅうだから。喧嘩というか仲良すぎて喧嘩みたいな感じだから、普通になんか揉めて喧嘩とかではないので大丈夫だよ。マイカーでねやられてしまった。うっかりあんこさんお断りです。ジェンライさんアイスありがとう。一緒にいてあげることは今はできないんですけど、帰省してるから。また帰ってきたら一緒にいます。まあ人それぞれいろんな事情があるので。若林さん回復薬ありがとう。暑いと思ったら扇風機反対向いてた。あちー、おはよう。むくみ取らなきゃ。ソラハが季節あると俺がセリコを伝える。ありがとう、よろしく。頼んだよ、むくみを取りながら。パセかあのねするかね。なんでせんかったん。おはよう、今日も結婚しません。お断り。おはー、2枚。15日でもあれだもん、半分だからね。半分の時間帯だからね。午後から1,2,3,5,6,7 時間目だから、何時からだ、5時間目って何時からしてますっけ。いつも1時間目11時、2時間目12時10分、3時間目1時20分、4時間目2時20分、ん2時半3時40分から私明日明後日お話し会。亀さんペンギンありがとう。
ペンギン。大雨。多分大丈夫だと思います。昨日も普通に電話したけど大丈夫そうでした。晴れて暑いと言っていました。15時40分ね、分かった。15時40分ね、明後日よろしくお願いします。アダムダンさん、ありがとう。いっぱい引っ張っとかなきゃ。ピョーン、ピョーン、ピョーン。話かよろしくです。お、また来てくれるの。やった、よろしくお願いします。なんか変な感じ、5時間目からのお話書いて。そう、今日はね、一日あれやこれやって感じだから、また夜配信します。体調次第で。いっぱい引っ張っとく。引っ張って損はないよ、きっと。個別お話会初なので緊張します。わあ、緊張せずに来てください。私も緊張しよう。そしたらお揃い、うん。ゼータンレインボースターありがとう。耳、唐揚げにして食べる。耳美味しいかな。でも結構ね、あんま見えないかも。耳はちょっと鳥皮みたいな感じか。衣ばっかなるかもしれない。耳だけはあんま、あ、じゃあここ軟骨コリコリしてるかもしれません。わらちゃん、レインボースターありがとう。耳、この辺が美味しいと思います。ここはきっと唐揚げにしたら美味しくないと。僕は多分刺身とかで行くのがいいんじゃないかなと思います。ここ、ここはこことここが美味しいと。怖っ。コリコリチコリ。餃子にします。餃子、餃子。お嬢さん、シャボン玉ありがとう。3つください。足りないかも。在庫が2個しかなくて、また入荷したらお知らせします。お待ちください。入荷待ち。再販分の CD 発送は、ちゃんと家にいてね。ちゃんと家にいて受け取るんだよ。再配達ちゃんとするんだよ、いないときは。やすべさん、うま、ありがとう。食べてるよ。食べちゃってんな。福太郎さん、うま、ありがとう。プロさん、お疲れ、ありがとう。入っては来ないから、誰かからもらってみんなにあげるわ。待っててね。サイコパス朝配信や。スイパラのパズリコースターね、私もスイパラ行くときグッズ欲しい。あれ欲しい、ステッカー欲しいです。自分のと家族の分と買いたかったけど、もうないよね。欲しいよ。郵便局受け取り、あ、便利だ。クロさん、りょう、ありがとう。
子供の頃はパシャの意味は唐揚げ一択だったけど、刺身の良さも分かってきて、やばい通な人いるよ、もう空想上で食べちゃってる人、やばー、このルームで禁になっちゃうよ、みんなに怖がられて。14日、今日は何日、13、13日、明日入荷するのか、明日か、みんな行けるかね、みんな週末忙しいね。ステッカーあれどんな感じかじっくり見たかったけど、誰か買ったかな、お話し会で見せてもらえるかもしれません、楽しみにしとこう。みつさんシャボン玉ありがとう。浅草観光客かな、人多いの、え、まだこの時間で、ほえー、7時半よ朝、ほえー、山中湖配信で見ます、わかりました、じゃあ配信にもあれはレッスン送れるのでしょうか。山中湖のさステージめちゃめちゃ広いじゃないですかね、後ろに富士山、晴れるかな、去年は若干晴れました、ずっと曇ってたけどステージ出た瞬間ちょっとだけ富士山が見えました、ちょっと本当にちょっと、ココアの配信セミが鳴いてる、ココアさんどこにいんの、南国、ココアさん広島いますか、バセリの配信扇風機が鳴いてます、トシさんバラありがとう、クロさん水鉄砲ありがとう、おはおはよう、築地には6時から観光客がいる、早っ超早起きなのかオールしてんのか逆に夜行性なのか何なの、早すぎる、私も行ってみたい、築地、築地の卵焼き食べたいです、予習はバッチリですよ、 YouTube でいっぱい見たからね、築地食べ歩きグルメ、まず卵焼きを食べておかわりをするとこまで予習済みです。ゴンシロちゃん水鉄砲ありがとう、彦姫ココアさんのあれ超好き、彦姫、織星、織彦、そうイメージトレーニングはしっかりしてます、私は初めて行く場所に行くときはしっかり予習をして挑みます、ユニバに行くときも YouTube でユニバのグルメ調べて行ったし、だから夢の国のも予習してるけどなかなか行けません。市場に行きたい、やっぱ人多いのか、何時ぐらいが少ないんですか、常に多いの、何時までやってんの、築地の食べ歩きグルメたちは、行きたいな、でも起きれないんだよね、この前ねマイカーのフェスが東京で2日連続あって泊まりだったんですよ、で築地行きたいと思ったけど起きれなくて無理でした、起きれなかったというか眠れなくて、帰ってきてさお風呂入って、違う、配信してお風呂入ってってしたらさ、もうどうしても1時2時とかなるじゃないですか、あもうこれ起きれんわと思って無理でした、また今度行く、またいつか、絶対もう無理だな、起きれない、築地の朝は早い、パン屋と築地の朝は早いね、
午前中か。起きれないな。困ったな。おはよう。5時からやってんの。そりゃオールしていかんといけんってこと？厳しいわ。そりゃ。ちょいっと。夕方までやってるとこもある。ほうほうほう。むずいね。おはよう。じゃあみんなが代わりに行って。もう私は起きれる気がしないですね。築地行ってみたいけど乗り換えとかわからんから迷子になって終わりそう。やばい、もう閉まっちゃうじゃん。着いた頃には午後2時。ああ。おはよう。ツイッターいいねしてありがとう。浴衣です。あれは七夕に乗っけようと思ったけど乗せそびれたので今日七夕ってことにしてください。オールからのタクシー超贅沢や。タクシー築地、築地、でも怖いな。東京のタクシーってどんぐらいするのね。いっぱい道をさあちこち通らんといけん。一通とかあったら遠回りして高くなりそうで怖いです。領収書みんなの名前でもらっとくね。クロさんビーチボールありがとう。交通機は偉い。偉すぎる。深夜割り増し。割ってんの増してんの。クラウドファンディングってこと？全員から同じ額をもらって貯金するってこと。アイスのためにね。マグロの競りは5時半から。でもマグロは買わんな。マグロの競り、あれ私大きいやつを買うってこと？見れるってこと？あ、参加しなくてもいいの？マグロを買わなきゃいけないかと。あ、見れるってことか。セリカは24時間やってる一応。今はちょっと中間オープン前。おはよう。おはよう。おはよう。そう、開店準備中。これからメイクして髪の毛をして出かけて働いて帰宅して配信をして閉店です。本日よろしくお願いします。ミックさんありがとう。私のセリ、私のセリ怖いな。怖怖。怖。怖い。アイス食べて頑張って。分かった頑張る。でもさアイスを控えなきゃなって思えば思うほどに食べてしまうから大変です。もうね困ってますよ。
よくさ、なんかアイスを食べたいときはこれを食べるといいとか言ってさ、ガリガリ君とかアイスのミーとかをさ乗っけてるじゃん、ツイッターとかで。いや違うよ、アイスが食べたいときはもう超カロリーの高い300とかするやつが食べたいから、アイスが食べたい、何でもいい、評価が食べたらいいとかじゃなくて、違うんだよってなりませんかね。少し前にツイッターで見たのが、カレーを食べたいときはこれを食べるといい、この栄養素が足りてませんよみたいな表みたいなの出てきたんよね。唐揚げを欲してるときはなんかこういう成分、鉄分とかそういうのが足りてませんよみたいな。違うんですよ、唐揚げを食べたときは唐揚げを欲してる、唐揚げ不足なんです。鉄分とかあのビタミンとかどうこうじゃなくて、もう唐揚げは唐揚げ不足、アイスはアイス不足、ハンバーグ食べたいときはハンバーグ不足。だから置き換えとかね、わからん。え、わかるでしょ。そう、アイスを欲してる人は鉄分だったかな、鉄分不足かなんかだった。そうなんよ。3000円、本マグロ1キロだけ、わあ安いの、高い。クロさん花束ありがとう。パセリ不足の置き換えありますか。パセリ不足の置き換えは、そうですね、パセリ不足の方、尾崎せりかちゃんで補足してもらって、尾崎せりかちゃん不足の方はパセリで、ね、過去のライブ映像を見るのに限る。カレー2号ワッフル、ほえーへー、もしかして私にさカロリーと体重だけ送りました。朝起きたら体重がさ 0.3 増えてました。もしかして送った、送ったの。昼飯ラーメンにするかカレーにするか悩み中。カレーラーメンだな、そりゃカレーあるの、カレーラーメンって。おはよう。会社のパソコン、私待ち受け、え、恥ずかしい。パソコンの待ち受け私、恥ずかしい。おはよう。おはよう。もう8時になるってことはみんな仕事に行っちゃうの、もしかして。枯渇してます。水を与えるわ、肥料と水与えるから綺麗に花を咲かせてください。花かっぱ、花咲きわからん、開花。もう会社に着きました、もうすぐ会社に着く、やばい。私だけこんなまだ眠そうにしてるの。あ、これからバスに乗るよ。乗り過ごさんでね、乗り過ごしたらもう、なんだっけあの怖い駅、なんとか駅に連れてかれちゃう、存在しないあのお化けの駅行っちゃう。30分チャリ通、頑張ってチャリ通、いっぱい漕いで。わあ偉いね、チャリ通。
今週全部休みです。体調を良くしてください。人のこと言わないけど、まあ、でもお大事に。職場です。あ、リモート在宅ワークみたいな、なんだっけ、おうちワークじゃない、絶対違う、ホームステイじゃなくてなんだっけ、あれか、リモートワーク、あ、テレワーク、それだ。ホームステイしたら大変だった。おはよう、おはよう、おはよう、おうちワーク。クロウさんアイス、ごまさばさんアイス、わあ美味しそう。ごまさば、来週テレワーク予定、やったね、ショールーム見放題だね。テレワーク、私今日中に直したいと思ってるけど治る気配ない。薬フル活用してない、喉って大変。来週から実習、実習、意地悪な人がいませんように、一番大事そういう時、人間関係一番大事。エアコンが効くまで暑くて大変。そうだよね、わかるよ。パチャ仕事行ってきます、頑張って。パチャ応援してます。おはよう、おはよう。ね、意地悪な人って世の中たくさんいますからね。何が楽しいか分かりませんね。神奈川に出張です。おお、神奈川、横浜中華街、サンリオピューロランド、いやいいな。遊ぶわけじゃないか、出張なら。おお、わあわあ。クロさん回復薬、プーさんアイス10個ありがとう。おはよう。今日は何時までしようかな、何時からした、15分からした、じゃあ15分までしよう。アンパンマンミュージアム、アンパンマンミュージアムのさ、あれあれさ、あれショーみたい、バイキンマンが主役みたい、バイキンマンが急に暴れ出して歌い出すみたいなやつ、見てみたい。アンパンマンの推しはね、誰かな、誰が好きかな、メロンパンナかな、顔ファンでもコキンちゃんも可愛い、青いやつ、青いドキンちゃん、コキンちゃん可愛い。でもね、なんだかんだロールパンナちゃん人気高そう。メロンパンナ可愛いね、あざとい。赤ちゃんマンも可愛いね。カビるんだ、カビ取るからな、カビちゃってるもんな。ロールパシェちゃん巻かれてるやん、私ロールパシェちゃんパシェルンルン、ウキウキしちゃってんね。天丼マン、確かに天丼マン好きって言ったら天丼分けてくれそうかもしれん。やだねそういう考えダメだね。
そしたらあれがいいかも、釜飯丼がいいかな。釜飯丼が好きですって言ったら釜飯ちょっとくれるかもしれない東京から見に行ってます。わあ、ありがとうございます。遠くから広島まで。カレーパンマン、カレーパンマン、ちょっと喋ってる時とかに口から漏れてこないかちょっと心配か。ホラーマンとカバオくん、ホラーマン冬とか寒そう、温めたろみんなで。カバオ、ね、あざといけど釣られちゃうよね。そうなんだよ、そういうものなんですよ。私の身近にもいるんですよ、みちゅさんとあずみに釣られて大変大変あざといあの二人って言ってる人がいて、楽しそうにしてます。食パンマン、食パンマンはもう自分がモテることに気づいてしまっているので、ちょっと性格が合わないかもしれません私と。天丼、確かに天丼マン、そうだね、タレが染みてるご飯がいいよね。そうだよ、だんだんね、そうあざとくなってきたんですよ多分習得してんの、あずみとかから。あざとくて大変、気をつけよう、みんな沼にはまる前に手をくれよ。ハンバーガーキットわかる、あのあれでしょ、頭にちっこい帽子かぶってるさ、意味あるのかってやつでしょ。もうパン焼けてんのに今更日焼け気にしてるんかみたいなやつでしょ。これはなんかロープ持ってるやつでしょ。わかる。ドリアン王女みたいな。黄土色の。あざと女。みんなも気をつけて。ざっといでも可愛いんだよね、あずみとか可愛いもん。だって普通に喋ってるだけでさ上目遣いだしさ、この前公演終わりにね、あずみがペットボトルで運んでこうやってみんなが公演中に飲んだお水の残りとかこうやってさお掃除してくれたんですけど、可愛いもん存在がね、可愛くて困っちゃうね。私はもうあざといとは無縁です。おはよう。すごいよね、どうしたらあざとくなれるんですか。どうしてんの、なんかコツがあるのかね、もしかしてあざと女の秘訣。クロさんラブレターありがとう。あざとあざと才能か、はあ、じゃあ意識して作るわけじゃなくてもう生まれ持ったそういうやつか。もうじゃあ来世に期待しよう。おはよう。パセリしか勝たん、ほんとか、ほんとか、シカとか言ってめちゃめちゃ推しメンおるけど、ほんとか。黒
本当にひなさんのねこの前のねメールでも送ったやつめっちゃ可愛かったんですよ。わあびっくりって言ったのレッスン中に。可愛すぎる。あそれを定期的に思い出して、あ可愛い、可愛すぎる。目がむくんできました。見て二重が冬眠しようとしてる。こっちの目やばいやばい。頑張って冬眠しないで。おはよう、頑張れ。大変。おは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 。ジェータン入った、ありがとう。二重二度寝中。頑張ってください。運動会の青組さん頑張ってくださいみたいだった。夏だから仮眠。確かに夏だ。もう夏だよみんな。夏は何するんですか。サーフィン。夏のスポーツってなんだ。夏3時半に二度寝した。早っ。今日も頑張って、ありがとう。お仕事頑張って、行ってきます。頑張って。おはよう、おはよう。かまちゃんアイスありがとう。今来ました。おはよう、おはよう。夏はネットサーフィンします。いいね。私もそうよ。私も夏の予定はネットサーフィンです。何調べようかな。みんなが返してくれたメールの返事だけずっと見とこう。一緒。クーロさんありがとう。ウィンク両方できるのよ私。どっちでもできる。なんなら両面もできるんですよ。ほらまばたきって言うんですけど、できるんだ。としろうさんシャボン玉ありがとう。忘れっぽいもっちさんありがとう。ネットサーフィン楽しいよね。ネットサーフィン。サソリ座6位だった。うん、6位か。なんて言ってましたか。今日は何持っていったらいいの。私何したらいいの。ネットサーフィン止まらん。パセリあのね全然来てないのに何回も調べちゃう、ね、まばたき星になるの。なんでなんで。たまにね星になるやつあるよね。おはよう。いや私んちセミ鳴かないんだけどさ、ココアさんのとこなんでそんなセミ鳴くの。すごい、セミの声な聞きたい。セミの声好きって言ってんのに、好きって言ったら来てくれないの。もしかして、もしかしてセミ。油ゼミの声。あのねは何でもしていいよ。何でもっていうのはあの住所とかを書かなければ何でも。ああ木が生えてんの家に。ココアさんち木に住んでる。あ確かにアピールがいらないからか。そうか、もう私が好きだからか。そうかも、そうかもね。じゃ今日もいっぱい返信待っとこ。
200回目の訪問、イエーイ、パンパカパーン。しんちゃんさん、レインボーさん、ありがとう。シルバニアファミリー、明かりが灯る大きなココアさんのお家、ホットなココアのお家、かっこ嘘。私もあれ名前にしたかった、パセリチャラテかっこ嘘とかにしたかった。スイパラのメニュー名一番面白くて悔しいココアさんのやつ、ココアフロートかっこ嘘みたいなやつ、羨ましい。私もなんかそういうのがよかった。ミニシロノワール半額キャンペーン、え、見た。ドリンク頼むと無料じゃなかった、嘘ついた、半額見た。え、二人がついにいなくなりそう、やばい、来て。おはよう。まつげ、まつぽ、まつぽ早く行かせてほしい。どん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 落ちてきた、まつげ少なくなってきた、まつげが毎日毎日抜けて大変。そうなんですよ、なんかむくんで困ってますね。わあ、もう一回寝たいな、三度寝したいかも。でもそんなんしてる時間はない。サーヤンが自分のメニューをごじってた、うまみしないやん、やばうまみしてないの、無味ってこと。三度寝した、今二度寝済みの女。15分まで配信するよ、15分からしたから。起きてくれません、二人が引っ張っとく。にょん、あ、帰ってきた、若干帰ってきた、おかえり。いや、なんか変、線がいっぱいできてる、やだー。わーわーわー、おはよう。一緒に三度寝しませんしません。ようやく家に着いた、おかえり、お疲れ様。いいな、いっぱい寝れて。わあ、じゃあ今日の夜は、今日はね、何時に帰ってくるんだろう。帰ってきて配信して速攻でお風呂終わらせて、今日も早寝頑張ろう、そしたらいっぱい寝れる。で、明日昼配信できる気がする。寝不足の時は見栄になる。これは何絵？ 0.5 絵？何ですかこれは。プーさん、シャボン玉。明日はじゃあ8度寝ぐらいしてやろう。8度寝したいから早寝早起き頑張ろう。ちょっと負けず嫌いが発動したから、明日は8度寝します。今日の夜だから、今日は帰ってきて、8時から配信したとして9時か10時に終わるとして、そっからお風呂でしょ、で11時に寝ました、一旦2時に起きてみて、でまた寝て、やばいねそりゃ。
無理そうだ。そう、お風呂がね難関なんですよね、本当に本当に、うん、思った。熟睡した方が全然いいなと思った。熟睡しよ。私も奥舞台、奥舞台よ、やだな。そう、お風呂ね、お風呂、お風呂は15分とかさで終わるじゃん、頑張ったらピャ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 ってさね、ドライヤーめんどっち。そう、お風呂は好きよ、ドライヤーが嫌いよ、暑いからね、長いし。ドライヤーをね、いいやつ買ったんですよ、お正月に。沖さんについてきてもらってさ、ドライヤー買いに行ってさ、課金してさ、いいやつ買ったんよ。でこの前美容院行ったら、髪がすごく傷んでますねって言われて、ドライヤーとかいいやつ買ったらいいですよって言われてね、提示されたドライヤーの値段が自分が買ったやつよりちょっと安くてあ、私の使ってるドライヤーって無意味だったのかもしれないと悲しくなりました。まあ仕方ない、毎日ヘアアイロンで熱を与えたらそりゃ痛むわな。だってさ、アイドルの髪ってさめっちゃやるじゃん、もうねすごい引っ張るんですよ、ビヨーンって。だから人一倍痛んで、うん、ドライヤーじゃないね、絶対これは熱ダメージです。泣いてもいいですよ、いいの、泣いても。泣いたらみんなどうなっちゃうの、みんな心配してさ、大丈夫大丈夫なるけど。髪に栄養あるもの食べよう、同じこと言われた美容院で。髪に栄養あるものをちゃんと食べて、で髪にもトリートメントで与えてくださいって言われました。はいはい、わかりました。もずく、もずく食べたんよ昨日、でもねむくんだ。どうして、納豆の2倍ももずく塩分高くてさ、まずこっちの顔が好き、だからこっちにカメラを置いてます。こっちにねカメラ置いたらいない、こっちにカメラ置く、左右のさ、こっちで見たらさこうなってない、こっちで見たらねふんってなっててね、これが嫌だ。海藻ガードリさん、ハートありがとう。プーさん、かやくやくありがとう。髪の毛サラサラマンになりたいね。私の好きな髪の毛はサコちゃんとか、サコちゃんの踊ってる時の髪、ファサシュ、髪もさ踊ってるじゃん、あれ好き、あれやりたい。短すぎて、サコちゃんドライヤー何分してんだろうね、大変そう。車庫、海藻ね、うん、海藻、わかめ、もずく、何、あとはさこね、赤ちゃんの髪質だと思う、あれは多分地毛がふわふわなんですよ、もともとが。でそれにさらにさ、アイロンとかしたらさ、もうふわ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 、だってレッスンでもあのサラサラだもん、びっく
りしちゃうよね。なんか今時のさ子って髪の毛茶色いじゃないですか、地毛から。めっちゃ良い、色素薄くて。赤目、赤目めっちゃ聞いたことある。赤目、うん、うん、サコちゃんが一番長い気がする。でもサラちゃん長い、サラピ髪の毛長い。あと誰だろう長い人。でもサコかな。あでもユナヤナも長いかも。ユナヤナはあの毛量がね多すぎてメイクさんにもよく言われてる、毛量がいっぱい。それもいいね、毛量。私は毛量結構ある。うなちゃん、うなちゃんこの前お勉強配信してた、覗いたらさなんかめっちゃね頑張っててね、ファンの人のコメントも優しくてねほっこりしました。地毛証明書、え、あったよ私の時も。地毛、なんか地毛が茶色い子がね怒られててね、あった。厳しい。あでもアーナも長いかな。アーナ、リネも長い。でもサコかな。うん、ももちゃんも長いけどね、サコかな。え、アイコの髪の毛が伸びた最近ね。あかりんさん長い、確かに。あかりんさんそうだね。マイキューさんも長い。クエスチョン、もうある時間なんですか。早い。じゃあ終わるか、終わろうか。あ、リコチが長いや。リコちゃんの中、リコちゃんの髪も綺麗、サラサラ。タムが徹夜配信してた。タムラ、タムラ、タムちゃん今年も広島来んかな。また遊びたい。私も行きたい大阪。おはよう。じゃあみんな仮の姿終わりです。これから頑張ってください。魔法が解けます、そろそろ。私が壇上読み終わってバイバイって言ったらもう魔法が解けるので、現実を見て頑張っていきましょう。ありがとう朝から見てくれて。おずさん、ファイトありがとう。じゃあね、みんな。記憶から人間に戻ります。頑張って。砂から出てください。出てね。バイバイ。人間の姿。あ、もう人間じゃん。人間アバターの人は人間だった。頑張ってね。じゃあ男女読みます。13位石川先輩、12位マチャルさん、11位ミズさん、10位トシローさん、9位クアドリーさん、8位ゼータン、7位ヨピタン、6位ジンダイさん、5位カメさん、4位シンちゃんさん、3位クロさん、2位プーさん、1位オズさん。ありがとうございます。すでに一仕事した、早っ。えら、みんなも頑張って。じゃあ私も頑張ります。バイバイ。バイバイ。パセリ飲んでしてくださいね、いっぱい。おやすみじゃなかった。うん、いってらっしゃい。
行ってらっしゃい。寝る人はお休み、食べる人は食べてください。バイバーイ。